ドジャース応援してるけど正直負けて嬉しいやつ WW。ワイヤ。まあ松井見られるからな。賞味パドレス戦がネタ豊富で一番楽しかった。ドジャース応援してるけど嬉しいはこれでロスで世界一になれるチャンスができたから。嬉しくまではないぞ。ワイも人生かけた登板する山もろ中毒やホームで決めてくれ。このまま4連敗して近鉄みたいに一生ネタにされる未来もそれはそれで。フリーマン以外みんな打ててないよ。しかも炎上してもピー交代しない絶対試合やっとるからな。胸クソ悪いから途中で見るのやめたわ。大谷活躍してない試合で勝ってほしくないやつら多そう。まあ最高のシナリオは明日負けてホームで山もろ新ピッチからの優勝が理想だけど、実際明日負けたらかなりひりつくで、そろそろ山もろの心臓もボロボロだろうしな。ドジャカスはリリーフ休ませつつ勝ってるのに対してヤンカスはホームズ4連投だからな。 W LAD のして試合戦術は好きじゃないから見てらんない。途中から諦める。炎上した投手を変えてやらない。機械的すぎて人間味を感じないんだわ。じゃあ具体的にどこのチームが人間味を感じる戦術やってんのか参考までに教えていただきたい。すげえムカつくけどフジテレビがっつこしとるやろ。山本が胴上げ投手になって上原さんの尊厳破壊するためやで。普通に明日で決まると思うよな。区から1点しか取れない打線だ。